皆さんこんにちは、コニラでございます。本日はですね、以前札幌でもお世話になった WCCF あのワールドさん、京ちゃんにね、京ちゃんと秋葉原で交流蹴りをしてきました。というのも、京ちゃんは熱烈的なバルセロナサポーターなんですよ。で、あの FIFA クラブワールドカップの決勝戦を北海道の札幌からですよ、札幌からわざわざ見に来てたということで、ぜひその際には東京の秋葉原でニコニラさんと蹴りたいということをおっしゃっていただいたので秋葉原に行ってきました。まあ一緒にカードショップを巡ったんですよ。はい。でそこでですね、まあいろいろこうご購入をさせていただいたんですけど、まあさらっと紹介しますね。はい、まずこれ安くないですか、これ1880円だったんですよ。すぐ買いました、見つけた時。はい、買ったり、あとはこれね、これも持ってなかったんでもうしびれ切らして買いました。安いですよね、8500円。はい、買いました。で、まあその流れでですねなんと京ちゃんからこれをいただいちゃったんですよ。まあその日京ちゃんが、その日が今日か、今日京ちゃんが蹴ったカードも全部いただいたんですけど、そんな、こんな有料あります？ほら、こんなことあんの？で、ね、出た、デヘアもいただいたんですけど、なんとこう、誕生日プレゼントも含めて、これいただいちゃいました。こんなのいただいてどうすんのよ、本当に。もうそろそろ誰かに訴えられるんじゃないかって僕思ってますけど。あの、お返しに、ちゃんと、欲しいとおっしゃっていたカードを、買って差し上げました。はい、なんだっけな、2枚買って差し上げたんですけどちょっと忘れちゃいました。なんだっけな、あ、そうだ、バンのラウールとかね、バンディエラのラウールとかを買って差し上げたんですけど、本当ありがとうございます。これでね、あのもう本当にそれこそイベント縛りを作らなきゃいかんくなってきましたね。はい、というわけで、今日蹴った交流蹴りで蹴った13クレかな、いやーと11、あ、12クレですね。はい、12クレ開けていきます。もうこんないいカードをもらってね、本当どう、ロビーニョどうすればいいんですか、私は。ロビーニョ、キラはね1枚出てだと思うんですよ。明らかに硬いのがあったので、まあなんかもう僕なんか硬いカードがいいカードっていうお話も聞きますけど、僕はねちょっとね、やっぱね、なんだろう、柔らかいカードの方がいいんじゃないかって最近思ってきて、もう明らかに硬いなこれとか思ったら、国キラとかねだったりするじゃないですか。なんでそうですね、やっぱ、ホワキンサンダーノーマークのキラの方がバイザーヘラいいんじゃねえかとか思ってますけど、ペペ、よいしょ、あ、ドクタスチークで出るな。しかし君がよう出る、ネグレド、あ、ネグレドの後ですよね、多分キラネグレドの後ってキラのイメージがあるんですよ。3点で、あ、これだな、これですね、最後プラストの12点目、ゴンサロ・ロドリゲスということで開けます。何が出る、いきますよ。久々ですからね、ノーマルな開封動画。イニエスタ、なるほどバルセロナ、どっちだろう、バルセロナシーズン期間ですからね、今は。優勝おめでとうございますということで、はい、あ、 SOC のイニエスタでした。これは配列はどうなんだろう、ちょっと僕分かんないですよね、配列に関しては。はい、というわけで京ちゃんと蹴ってきた結果はこんな感じです。これ買ったカードね。はい、というわけでまた次回
動画でお会いしましょう。さよなら。